ジェームズ・バートン・ロングエイカーは、アメリカ合衆国の肖像画家、彫刻師であり、1844年からその死の時までアメリカ合衆国造兵局の第四代り市主任だった。1859年に流通し始めたインディアンの顔、一線とかをデザインしたことでよく知られており、他にも19世紀半ばに流通した建物用ニッケル5線とかや飛ぶ和紙物用、 一線とかなどのデザインを担当した。ロングウェイカーは1794年にペンシルベニア州デラウェア軍で生まれた。12歳の時にフィラデルフィアに出て行き、本屋の徒弟になった。その芸術的才能が開花し、版画の会社で徒弟から解放された。1819年には自分の会社を設立し、人気のある電気本にイラストを提供することでその名を挙げた。 当時の指導者の肖像画を描いた。サウスカロライナ州、選出アメリカ合衆国上院議員ジョン・カルフーンなど、指導者からの指示を得て、1844年に、クリスチャン・ゴブレヒトが死去した後に、アメリカ合衆国造幣局ホリシ主任の指名を得る、ことになった。ホリシ主任としての初期には、フィラデルフィア造幣所は支配人のローバート・ M ・パターソンと、貨幣中造主任、 フランクリン・ピールが支配していた。連邦議会が新しい1ドル金貨とダブルイーグル金貨の発行を明示、どちらもロングウェーカーがデザインした後で、ロングウェーカーとこの二人の居かいが発展した。ピールとパターソンはロングウェーカーを解雇する寸前まで行ったが、ロングウェーカーは財務長官のウィリアム・メレディスを説得してその地位に止まることができた。 パターソンもピールも1850年代初期に造兵局を去り構想が終わった。1856年ロングベーカーは飛ぶ和紙文用、一銭とかをデザインした。このデザインでは鋳造が難しいことがわかるとロングベーカーは台案を用意しなければならなかった。それがインディアンの顔一線とかであり、1859年に流通を始めた。 ロングウェイカーがデザインしたその他の貨幣としては、銀ニッケル3銭とか、建物用ニッケル5銭とか、同じく建物用2銭とかがあった。1866年から1867年、ロングウェイカーは地理の貨幣をデザインし直した。ロングウェイカーは1869年の元日に休止した。その後任はウィリアム・バーバーとなった。 ロングエイカーの貨幣は害して今日の評価が良いが、芸術的な進歩がないと批判されてきた。ジェームズ・バートン・ロングエイカー、12歳の時の自画像。ジェームズ・バートン・ロングエイカーは1794年8月11日に、ペンシルベニア州デラウェア軍の農園で生まれた。母のサラは、ロングエイカーが幼い時に死んだ。父のピーター・ロングエイカーは、スウェーデンから、北、アメリカに渡ってきた。 初期移民の子孫だった。父が再婚した時、ロングウェーカーは、成果での生活が耐えられないものに感じ、12歳で、家を離れて、近くのフィラデルフィア市で食を求めた。書店で都邸に入った。その店主ジョイ・ワトソンは、少年のロングウェーカーを、自分の家族と共に住まわせた。その後の数年間、ロングウェーカーは、書店で働いていたが、 ワトソンはこの少年が肖像画の技法に優れていると認識した。ワトソンは1813年にロングウェーカーを都庭から解放して芸術的才能を伸ばせるようにしたが、この二人は密接な関係を続け、ワトソンがロングウェーカーの作品を売ることも多かった。ロングウェーカーはエングレービング版画の会社マレードレーパーフェアマン &COO の社長ジョージ・マレーの都庭となった。 この事業は、フィラデルフィア造兵所初代ホリッシ主任だった、ロバート・スコットが設立した会社から派生したものだった。ロングベイカーは1819年までマレーの会社に泊まっていた。そこでの主要な仕事は、ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、ジョン・ハンコックの肖像画を描いたことであり、出版社のジョン・ビニスによって、アメリカ独立宣言の複製に使われた。 ビニスはその作品に9000ドルを払うことになった。1816年からマレーの会社に雇われていたものに、ロングエイカーの前、この会社でのロングエイカーの作品は、他の芸術家の絵画を版画にも造する堀市としての評判を高め、1819年には、フィラデルフィア・シパイン通り232、自分の会社を設立した。 ロングベーカーの最初の重要な注文は1820年にエスカイ・ブラッド・フォードの百科事典のための版画だった。ロングベーカーが制作したアンドリュー・ジャクソン将軍の版画はトマス・サリーが描いた肖像画を元にしており幅広く売れた。続いてジョセフ・サンダーソンとジョン・サンダーソンのアメリカ独立宣言署名者の伝記のために挿絵の版画を制作することで合意し、 1820年から1827年に旧刊本で出版された。この事業は書き方の批判を受けたものの、販売は順調であり、プロジェクトは完成した。貨幣学の著作家、リチャード・スノーは、この本がロングベーカーのイラストの質という力で売れたと主張していた。ロングベーカーは1826年の アメリカの劇場で引き受けた挿絵のために一連の役者の研究も完成させた。サウスカロライナ州、選出アメリカ合衆国上院議員ジョン・カルフーン。1834年にロングベーカーが作成サンダーソンのシリーズから学んだ教訓をもとに、ロングベーカーは独自の電気集を主題に応じた版画でイラストを入れて作成する提案を行った。このプロジェクトに取り掛かることにして、 自分の金センドルを投資して準備している時に、ニューヨーク市のジェームズ・ヘディングが似たようなシリーズを計画していることを知った。1831年10月、ロングベーカーがヘディングに手紙を書き、二人はアメリカの肖像画ニアラリーを共同で制作することに合意した。これは1834年から1839年に4巻本で出版された。 ヘリングは画家だったが、イラスト作品の多くは、ロングウェーカーが制作した。このためにロングウェーカーは国内を広く旅して回り、実物からスケッチを作成した。この時は大統領になっていたジャクソンのスケッチも再度作成し、元大統領のジェームズ・マディソンのイラストも、どちらも1833年7月に作成した。ロングウェーカーは、当時の政治指導者の多くにあっており、彼らは、 ロングベイカーのイラストに感銘を受けていた。そのような指導者の中に、元副大統領でサウスカロライナ州、選出アメリカ合衆国上院議員のジョンカルフーンがいた。1832年7月、ナイルズ・レジスターがロングベイカーの版画をアメリカの芸術の進歩における素晴らしい標本の一つと表現した。ロングベイカーは1827年に、 エリザ・スタイルズと結婚した。娘のサラが生まれた1828年から1840年の間に3人の息子と2人の娘が生まれた。ギャラリーの売り上げは1837年強行のために落ち込んだ。ロングベイカーは破産の宣言を強いられ、南部から中西部を回って町から町にその本を売り歩いた。妻と長女が自宅で発送と経理を受け持った。 1837年後半、フィラデルフィアに戻り、共同経営者と共に、紙幣の製版会社突版ドレーパーロングエーカー &CEO を開くことができた。就任定銀行が発行する紙幣のための番政策は、需要が大きく、会社は繁盛し、フィラデルフィア市ウォルナット通り62、事務所を構え、支店をニューヨーク市ウォール街一にも出した。スノーによれば、 ロングベーカーは国内でも最良の堀主だと知られていた。ロングベーカーの自画像、番に水彩が1844年7月、ゴブリヒトの死によりアメリカ合衆国造兵局に堀主任がいなくなった。その公認への指名を期待した者たちの中にはフィラデルフィアの紙幣製版者、チャールズ・ウェル氏と元大統領ジョン・クイン・シー・アダムズの メダルを造幣局が作った時の型製作者、アレン・デナードがいた。しかし、上院議員ジョン・カルフーンの影響力を通じて、ロングウェーカーがその指名を獲得した。貨幣歴史家のドン・タクセイによれば、ロングウェーカーは、ジョン・タイラー大統領からの指名を求める時に、造幣局支配人ロバート・ M ・パターソンの指示を得ようとしなかった。しかし、パターソンがその形に不満だったならば、 レナードの必要さに悩まされたことであろうと、タクセイは記している。ロングウェーカーは、1844年9月16日に、タイラー大統領から任命を受けた。それは休会任命であり、ホリッシュ人の職は、アメリカ合衆国上院の確認を必要としたが、その時点では休会中だった。タイラーは1844年12月17日に、 ロングウェーカーの指名を上院に告知し、1845年1月7日、上院がそれを確認したが、反対意見があったかは記録されていない。貨幣学者のデイビッド・ランゲによれば、堀氏は銀版写真法の出現によって仕事が減っていたので、ロングウェーカーはその地位を得られたことを喜んだとしている。貨幣の取引業者で著作家でもある、旧デイビッド・ボワーズによれば、ロングウェーカーは、 ポリシ主任に任命されたとき、1839年以来、貨幣中造主任を務めるフランクリン・ピールが支配する造幣局で陰謀、政治、内輪もめのあるスズメバチの巣に入ったことが分かったとしている。ピールは造幣局の職員を自分の住まいに派遣して働かせ、貨幣中造主任としての公式任務は、前任者のアダム・エックフェルトが退職後も無給で遂行し続けたので、 政府の資源を使って民間のメダル用型を製作するという儲かる事業を進めていた。ピールは型や材料へのアクセスを支配しており、支配人のパターソンには近かった。この二人は後に近海保管分から一部を抜いていたことが分かった。造兵局の他の役人はパターソンの仲間であり、ロングウェーカーは彼らの中で孤独である自分を見出した。収集家のオルター・ブリーンは、 そのアメリカ合衆、ロングベーカーのホリッシュ主任としての初期数年間は、貨幣の新しいデザインが求められることはなかった。ゴブレヒトは1835年から1842年の間に、各額面の貨幣を再度デザインし直しており、ロングベーカーは印刷用版の製作者としては、必要でなかった貨幣制作に必要な技術を学ぶための時間を持てた。これらの技術には、 貨幣のデザイン、デザイン要素のための抜け型政策、及び金型の政策があった。民間会社にいた時のロングウェイカーの仕事は、印刷に使われる銅板に線画を掘り入れることだった。1845年8月、パターソンは財務長官のロバート・ウォーカーに手紙を書き、ロングウェイカーは、素晴らしい性格の紳士であり、この社会では高く評価されている。銅の彫師として、 名声をいくらか得ているが、彼は、金型の制作者ではない。実際に、彼が型を作ろうと試みたのか、私は知らない。と記していた。その年の12月に、パターソンはウォーカーに当てて、ロングベーカーは、その前任者たちが示したよりも、ここでの貨幣鋳造改良のために工夫することで、より味のある判断をしている。彼の描いた絵から、 必要なモデルを作るために極めて有能であることも示してきたと述べて、ロングウェーカーを称賛していた。タクセイは、パターソンがロングウェーカーを褒めちぎっていることは、レナードがホリッシュ人の職を得る試みを続けていたことの結果だとしている。ロングウェーカーのいた時代の造幣局で制作された初期貨幣には多くの失敗を見て取れるが、このような誤りを誰のせいとすべきかは明らかでない。 1844年にニューオーリンズ造幣所で撃たれたハンドル効果は日付が2つある。1846年ハンドル貨幣は識別記号が6桁あるが1つは水平に撃たれている。ボワーズはロングベーカーがそのような作業をさせた可能性があるとしているが、1849年にロングベーカーの日々の作業は作業用型に日付を打つことだと記していた。 トム・デロリーは2003年のロングエーカーに関する記事の中で、ピールとそのスタッフが、堀市の部署に相談することなくパンチさせることが多かったとしており、貨幣中造主任の責任だった可能性が強いと考えている。フィラデルフィア造幣所の緊張した雰囲気にもかかわらず、ロングエーカーは1849年3月まで、パターソンやピールとの摩擦を避けていた。この 連邦議会が1ドル金貨とダブルイーグル、すなわち20ドル金貨を新しく制作することを承認した。この時までにパターソンはロングウェーカーがピールのメダル事業の脅威になると考えたのでロングウェーカーの解任を望むようになっており、ホリッシュ任の技術を必要とする進化兵に反対した。リチャード・スノーは飛ぶワシとインディアンの顔、一線とかに関するその著書で、 倫理的なホリッシュ主任が彼らのサイドビジネスの脅威になったとしていた。コンタミンポートレート旋盤の利用について紛争が持ち上がった。この旋盤はロングベーカーが新しい貨幣を作るためにも必要であり、ピールのメダル事業にも必要だった。ロングベーカーが、ピールはこの装置を独占している特徴を言うと、ピールはロングベーカーの貨幣製作作業を妨害することとし、 ロングベイカーをその職から外させることに決めた。1849年初期、ロングベイカーが後に書いた手紙によれば、造幣局のスタッフの一人が、ロングベイカーに接近して、別の役人が堀の作業を造幣局の外に注文することで、ロングベイカーの仕事をなくそうと敷いていると警告した。その堀の外注先とは、フランス人のルイ・ブーベーであり、パターソンが、 ハーフイーグルのデザインを準備させたが、採用はされなかった。この情報に対するロングベーカーの反応は1849年3月の大半の時間を使って金貨の型を準備することであり、ロングベーカーが後に述べているようにその健康にも災いした。パターソンには助手を雇用してくれるよう要求したが、パターソンは作業を外注することのみを進んでやっただけだった。ロングベーカーは、 造幣局外で行われる作業を監督できないので、これには満足できなかった。造幣局の中で、堀市助手のピーター・フィラトルー・クロスの協力を得て、金仮面の作業を行わせた。1849年後半には、ダブルイーグルのための作業に進行しており、ピールが仕掛けた障害を次のように表現していた。私のために選ばれた操作の計画は、私のモデルから作られた。 電気はモールドを銅で持つことであり、鉄でいられたパターンで機能するものだった。この目的のために、ガルバニ電池の操作は、貨幣鋳造主任の部屋で行われた。ガルバニ電池の操作が失敗し、私のモデルは、その操作で壊された。しかし、私は、石膏で鋳型を作るという注意を払っていた、唯一の代替物としての、この鋳型から、金属製の型を作り出したが、 完全ではなかった。しかし型の掘り面にある不完全さを強制することはできるはずだと考えた。それは負荷のある仕事だが、時間をかければ完成するし、すべて私の手でやることができた。型は、鋳造部で硬化させる必要があり、不幸にも工程が分かれていた。ロングウェーカーがダブルイーグルの型を完成させたとき、それはピールによって拒否された。ピールは、 そのデザインがあまりに深く掘られており、貨幣に打ち込むことができない、貨幣を適切に積み上げることができないと述べた。しかし、タクセイは1849年のダブルイーグルで残っているものに、そのような問題は見られないと述べ、外観からも積み上げられるレベルにあるとしている。ピールはパターソンに苦情を言い、パターソンは 財務長官のウィリアム・メレディス2849年12月25日付の手紙を書き適切な型を作れないという根拠でロングベーカーの解任を要求した。パターソンはその日に堀市のチャールズ・クッシングライトにその地位を約束し、ロングベーカーが罷免された時に有効になるとしていた。メレディスは有能な公認が見つけられるかを問うた。 パターソンは一人見つけられると保証した。ロングベーカーは、ピールが改良されたダブルイーグルの方の需要を遅らせているとパターソンに抗議し、パターソンは文書で回答しなかったが、ロングベーカーにあって、管理部はロングベーカーを解任することに決めており、辞表を遅退なく提出するよう伝えた。ロングベーカーはこの事態を検討した上で、言われた通りにはせず、 その代わりに1850年2月12日にワシントンに行ってメレディスに会った。ロングベイカーはメレディスが多くの事情について嘘を言っていることが分かった。スノーによればロングベイカーは報復を求めず平和裏にその作業を続けることを認められただけで満足した。ダブルイーグルの制作は1850年3月に始まった。ただしパターソンは貨幣の出来が 悪いことに苦情を言った。このダブルイーグルはすぐに金を貯めておくための好まれる手段となり、その後の時代では他の貨幣を合わせたよりも多くの金がダブルイーグルに打たれた。1850年4月1日、パターソンは再度手紙でロングベーカーの悲鳴を要請した。この時はザカリー・テイラー大統領がロングベーカーの解任を決めたとしていた。この試みにもかかわらず、 ロングベーカーはその地位に止まっていた。1850年にはまた、ロングベーカーの妻エリザベスが死んだ。この造幣局の役人たちは1851年にも再度衝突した。連邦議会が参戦と銀貨の政策を承認した後のことだった。ロングベーカーは片面に、星、片面に、ローマ数字のスリーをあしらったデザインを用意し、当初はパターソンの承認を得た。 しかしピールはパターソンを説得して心変わりさせ、ピールが自らデザインしたものを認めさせた。それは1836年にゴブレヒトが使った要素を移したものだった。この問題は新任財務長官トマス・コーウィンの下に提出され、コーウィンはロングベイカーのデザインを選んだ。ロングベイカーはあらかじめ自分のイメージを説明する手紙を長官に送るという気配りをしていた。 1851年7月、パターソンが引退し、ミラード・フィルモア大統領は公認に、ジョージ・エッカートを指名した。ピールの前任者で退職後もその任務を続けていた、アダム・エッグフェルトが1852年に死に、ピールのメダル事業は逆境になった。1854年、ピールが造幣局の職員を私的な利益のために、使っていたことが公にされた後、造幣局支配人。 ジェームズ・ロシス・スノーデンがビールを解雇した。それでも、その解雇は、マスコミの注意を呼び、アメリカ合衆国上院が調査し、さらにビールからは、多額の賠償要求があった。ロングウェイカーの敵がすべて去り、増兵局での生活が改善された。初期の貨幣1853年、連邦議会は、銀価格の高騰に直面し、5銭とか、10銭とか、25銭とか、 および50銭とかの銀含有量を減らした。ロングウェーカーは、ゴブレヒトのデザインを修正して、新しい貨幣が古いものと区別がつくようなものを求められた。ロングウェーカーは、25銭とかと50銭とか理面の、紋章の和紙の周りに、光の錠を入れることと、すべての効果には、日付の片荒に矢を入れることを提案した。一枚の重量を減らすことが求められ、造幣局は、 外部の芸術家を雇って作業することが認められたので、スノーデンが新しい貨幣に公的なデザインを許可した。しかし、外部からのデザインは不適切とされ、ロングェーカーの提案が採用された。光城は型の寿命を短くする傾向にあり、一年も経たないうちに取りやめられた。矢の方は1855年以降に実施された。1853年。 連邦議会は3ドル交換の政策を承認した。ロングウェイカーの文書の中に見つかった注釈では、その任務は、金額的に近い2.5ドルのクォーターイーグルと、できるだけはっきり特別が付けられるようにすることだった。ロングウェイカーは、インディアンの王女の顔をデザインし、それで、コブレヒトの作った、クォーターイーグルのリバティデザインと異なるものにし、薄く広い板金とした。 当時インディアンの女性がアメリカの芸術で使われることが多く、自由の絵にインディアンの王女を使うのが当時の監修に沿っていた。ロングベーカーは支配人のスノーデンに1854年から制作されるサンドルカは貨幣のデザインで芸術的な自由度を許された初めてのものだと伝えた。この金貨は地金を薄く広いものにするよう同年に修正された。 ロングベイカーはその金貨の王女のデザインを修正した。高価の利面には小麦、とうもろこし、タバコ、綿貨のリースを作り、北部と南部の農作物を混合させた。このリースは1856年の飛ぶ和紙文様1銭と仮面にも使われた。さらに1860年からは1 0 0とかにも再利用され、1916年のバーバーダイムで、 廃止されるまで修正を加えながら生き残り、この穀物リースはロングベーカーのデザインとして最も長く使われたデザインとなった。1850年代半ば、ロングベーカーは海軍省からダンカン・イングラハムに贈呈されるメダルのデザインを頼まれた。ロングベーカーが表面に使われるイメージを作り、裏面は堀市助手のクロスが担当した。ボワーズはロングベイカーが その職場では厳格に倫理的であると表現したが財務省がロングベーカーは海軍省からその仕事に対して2200ドルを受け取ったと知ったときこの種の保証を禁じている連邦法に従い金を上納するよう求めた1867年の分析委任メダルのデザインさらに1860年1861年1868年の 委任メダルの理面に同様なリースを使ったもの以外でイングラムのメダルは唯一政府のために作られたメダルとなった。物価の上昇とともに造幣局はそれまでの小さな銅貨から大きな銅貨への置き換えを求めた。1850年から代替貨幣を乱すために多くのパターン貨幣が打たれた。デザインとフォーマットが変わった。最初は造幣局が 穴開きの貨幣を検討した。1854年と1855年、多くの実験が行われ、そのいくつかは、大型貨幣に使われた自由の頭を使い、他のものは、ロングベーカーが1836年ゴブレヒト、ドルカから採用した飛ぶ、ワシのデザインだった。ゴブレヒトのデザインは、1830年代に、フィラデルフィア造幣所をたびたび訪れ、機械に挟まれて死んだ。 おとなしい鳥、ピーターザイーグルがモデルだと言われていた。剥製のピーターは、その後フィラデルフィア造幣所の展示室に置かれた。飛ぶ、ワシのデザインは、1856年に政府役人その他に渡された実験パターンの大量発行に採用された。その貨幣は1857年から定期発行で使われた。裏面には、ロングメーカーの穀物リースがあしらわれ、 鋳造には難しさがあった。表面の足の頭と尾はリースの反対側に置かれ、使われた硬い銅ニッケル合金に打つには特に難しいデザインポイントだった。1859年からの貨幣はインディアンの頭飾りをつけたリバティのデザインを使った。月景感と呼ばれたものであるが、実際にはオリーブであり1859年の戦闘家の里面を飾った。 1860年から、リメンには多くのリースが入り、盾が戦闘家に使われた。リースを置き換えた理由は不明である。盾は、スノードンが貨幣により全国的な性格を望んだので、加えられた。このリメンは、概して、ロングベーカーのデザインとされている。スノーは、堀市助手のアンソニー・シーパーケットが作った可能性があると推測している。 貨幣学の伝説では、ロングウェーカーのインディアンカオセントカデザインは、その娘サラの顔を元にしていると言われている。その話では、サラがある日造幣局にいて、そこに来ていた多くのインディアンの一人の頭飾りを試そうとしていたのを父がスケッチしたとしている。しかし、サラロングエーカーは1858年に30歳で、既婚であり、伝説のように12歳ではない。 ロングエーカー自身が、その顔はバティカンから借りたフィラデルフィアのビーナス像を元にしたと言っていた。息子のジェームズ・マディソン・ロングエーカーがたびたび姉の顔をスケッチしており、サラ・ロングエーカーの絵と1850年代のロングエーカーの貨幣に使われたリバティの様々な表現には似ているところがある。これらの伝説は当時明らかに流通しており、1859年11月、 スノードンは財務長官ハウエル・コブに宛てた手紙でロングウェーカーの家族の顔に基づいているという説を否定した。リーカイ・マッケンジーはロングウェーカーに関する1991年の記事で画家は誰でも多くの点で影響されうるが、その話は基本的に嘘であると言っていると述べている。中間期のデザイン南北戦争は経済的混乱をもたらし、 非金属線とかなどいくつかの貨幣を流通の場から除去することになった。紙幣、切手、民間商品券がその隙間を埋めた。商品券の多くは、線との大きさだったが、より薄く、制銅製だった。造幣局指導部は、これら金属貨幣がうまく流通し、制銅線とかには、法の裏付けもついたことに注目した。ロングベイカーのインディアンの顔のデザインは、 新しい金属貨幣と共に使われ続けた。あとの1864年、頭飾りの中に自分のイニシャル L を刻んだ。青銅線とかを認めた方は2000とかの発行もさせた。ロングウェーカーはデザインを提供した。これをランウェは特に魅力的な構成と呼んでおり、やっと月景感が縦の横にある。しかし美術視野のコーネリアス・バミュールは、 デザインの要素が横向きの大砲だけが南北戦争の紋章という表現を完成させるために必要となっていると述べていた。財務長官のサーモン・チェイスは戦争の時に国の神への信仰和平に表現することを好み、造兵局支配人ポロックにあなたはこの国の認識を必要最小限の簡潔な言葉でモットーとし、 不必要に遅れることなく装置を準備させることになると記していた。神は我々の信頼や神と我々の国などいくつかのモッドをポロックが検討した。ロングベーカーの2000とかはインゴットウィートラストを刻印した最初の効果になった。セントカからニッケルが外された。これはペンシルベニア州の工業資本家でニッケルに 大きな利権を持っていたジョーセフ・ワートンの反対を乗り越えてのものだった。その選挙区の下院議員、タデウス・スティーブンスがこの方に対して戦った。1864年、ワートンは貨幣に関する小冊子を発行し、その中で10セント未満のすべての貨幣は、ニッケルを25%含む同ニッケル合金で作られると主張した。それは、銭とかが含んでいたニッケルの場以上の、 含有料だった。1865年3月、連邦議会はその合金による参戦とかを規定する法を成立させた。これはその額面の補助貨幣を引退させる意図があった。ロングウェーカーは、その貨幣に過去16年間に作成した女神の絵に似たリバティの顔を提供した。理面には1959年の戦とかに使った月景館を参戦と銀貨に使っていたローマ数字。 3の周りに配した。ニッケルの利用を促進するアートンや、その他の者たちは、連邦議会でも強力なままであり、1866年には、同ニッケル合金の5000とかを認める法を確保した。ロングベーカーは、多くのデザインを用意した。ポロックが、表面に、縦のデザインを、裏面に、星の円を配したものを選び、この縦ニッケル化はその年に鋳造を始めた。 造幣局資金者、ウィリアム・デュボイスが、ロングウェーカーに宛てた手紙で、人が70年の時を過ぎて、以前にあったの同じ美的作品を生産できるのを、見るのはまに、喜ばしいと書き送った。1865年、連邦議会は、インゴット・ウィートラストを刻印できるだけ、大きさがあるすべての貨幣に使用することを求めた。 1866年、ロングウェーカーはこのモットーを10セントより大きな銀貨すべてと3ドルより大きな金貨すべてに追加した。1867年にはまた、銅ニッケル5セントかのデザインを修正した。この貨幣はニッケルと呼ばれるようになった。1865年、ロングウェーカーはイギリス生まれの堀種ウィリアム・バーバーを助手にした。1864年に、 ウィリアム・ H キーも助手になっており、ロングベーカーの死後も造兵局に止まった。南北戦争の間に流通しなくなった貨幣のいくらかは南アメリカに輸出され、シリで流通用に使われ続けた。そこでは現地通貨がアメリカのよりも品質で落ちていた。1866年、シリ政府はワシントンに送っている代表にアメリカが州国国務省に接近し、 貨幣の方をアメリカで作らせる許可を求めさせた。アンドリュー・ジョンソン政権は喜んでこれに応じた。財務長官のヒュー・マカロックは地理にフィラデルフィアのロングエーカーへの紹介状を与えた。ロングエーカーは議員か個種と金か4種のデザインをやり直す依頼を受け、マカロックから外部の報酬を受け取ることに許可を得られるという条件で同意した。マカロックは当初前向きだったが、 造幣局支配人ポロックが政府の資産を私的な利得のために使うべきではないという根拠で反対した。最終的にロングベーカーが外部の堀氏を連れてきてロングベーカーの監視下に作業を行わせるという条件で費用1万ドルでその仕事を引き受けることに関係者が合意した。ロングベーカーは以前の助手の一人だったアンソニー・シー・パケットを選定した。パロックが アンドリュー・ジョンソン大統領のレコンストラクション政策に反対して辞任したことにより造幣局内の反対がなくなった。1866年11月から型とハブがおそらくフィラデルフィア造幣所の建屋内で作られた。地理のためにロングベーカーが作ったデザインは1890年代に新しいものが採用されるまで使われていた。1867年。 ロングベーカーは貨幣にアルミニウムを使うことを提案した。この件はアルミニウムの供給と価格がかなり変動することから却下された。アルミニウムには固有の高い価値があった。1868年、ワードンの会社が10銭とかを同ニッケル合金で作ることを提案し、また1銭とか3銭とか5銭とかの修正も提案した。このプロジェクトは 10銭とかの母材が大きすぎて、硬い銅ニッケル合金で、効果的に打てないことが分かった時に放棄されたが、ロングウェーカーは、多くのハンドル化の大きさのパターンを用意した。金貨のデザインを掘り直す作業も始めており、その年末には10ドル金貨を完成させていた。後年のデザインジェームズ・ロングウェーカーは、1869年1月1日に、フィラデルフィアの自宅で休止した。 1>, 1月5日にフィラデルフィア造兵所で追悼集会が開かれ、施設の従業員が出席した。造兵局支配人ヘンリー・リンダーマンがロングウェイカーを称える演説を行い、その後にロングウェイカーの助手ウィリアム・バーバーが正式の弔辞を読み上げた。バーバーが公認に指名されることになった。ロングウェイカーの前任者たちと同様に、ロングウェイカーは罪人のまま死んだことになった。 1928年、ニューヨーク公共図書館が講演した、アメリカの著名掘り師100人の展示会で、ロングベーカーがその中に入っていた。1970年、歴史家のコーネリアス・バミュールが、アメリカ合衆国の貨幣に関するその著作で、ロングベーカーとその作品を低く評価しており、ドン・さで均一であり、直感に欠け、風変わりですらある。 ロングウェイカーのパターンと通常の鋳造に対する貢献はトマス・サリー、キティアン・ピール、ロバート・ヒューズ、コブレヒトの芸術からはっきりと交代であり、肖像画の堀師として以前の質画堂であれ、フィラデルフィア造幣所の重要な地位に多くの創造力をもたらしたようには見えないと記していた。しかし、バミュールは飛ぶはし、一線とかに芸術性を見ており、 日常を超越しているとしていた。マッケンジーは九百九十一年の記事でバミュールの見解に触れていたが、ロングベイカーの作品がインディアンを表すものなど、アメリカの象徴を使ったことで重要だと見ていた。ロングベイカーが、そのような象徴を使ったことで、後に、貨幣デザイナー、ジョージ・ T ・モーガン、ビクター・ D ・ブレナー、オーガスタ・ス・セント・イコール・号に影響を与えたと考えている。 特に、ダブルイーグルリメンの飾り渦巻きを褒め、アメリカの貨幣芸術でユニークであり、アメリカの貨幣の中で最高額のものに適するデザインの優美さを強調しているといい、アメリカ合衆国の貨幣に関する美術にもたらされた国民感情の象徴化と表現において大変な革新であると称賛した。ボワーズによれば、今日、ロングベーカーは貨幣学者から広く称賛されていることになる。 ランゲはロングベーカーの芸術的見方がアメリカ合衆国貨幣の60年間を優雅なものにしたとしている。スノーは次のように書いている。セントイコールゴー、バミュールなどがロングベーカーのリサイクルされたデザインをコブレヒトからの借り物であるとし、熱心な収集家が飛ぶわし、一銭とかを現在持っているという賞賛の見解においておそらく 扱いにくい大型の線とかを排除する実験が遂行されたとき、造幣局で1850年代に他のモチーフが想像されなかったのが全て良しということになる。ありがとうございます。